ミスター・ビーンは、イギリスのテムズテレビにて1990年から1995年まで放送されたコメディ TV シリーズである。後に、劇場用映画やアニメーションも制作されるが、本校ではそれらも含めることとする。制作は、タイガーテレビジョン。主演は、ローアン・アトキンソン。全員14話。題名は、アトキンソンが演じる主役の名前をそのまま。 つけている。アトキンソンの他に、リチャード・カーティス、ロビン・ドリスコルが共同で、原案、脚本を担当した。制作総指揮は、ピーター・ベネット・ジョーンズ。1990年1月1日、イギリスで、第1話、ミスター・ビーンが放送される。視覚的なネタを、主とする、ビジュアルコメディは、時代遅れのスタイルでありながら思いがけない人気を、博し 以降1995年までに13本のシリーズが作られることとなった。日本を含む世界各国でテレビ放送や VHS 発売に伴って人気が上昇。1997年に初の劇場版ビーンが制作されると世界中でビーン旋風が起こった。2007年3月16日にテレビ向けとしては12年ぶりとなる新作。 ミスター・ビーン・ S ス・ウェディングが BBC のチャリティ番組レッド・ノーズデ d 2007内で放送されたほか劇場版第2作ミスター・ビーン・カンヌで大迷惑が同年3月30日の全英公開を皮切りに世界各国で公開され世界各国で初登場第1位を記録した2012年にはロンドンオリンピックの開会式に登場映画 炎のランナーのメインテーマを演奏するサイモン・ラトル式のロンドン交響楽団と共演。シンセサイザーを演奏しコミカルな演技で観客を楽しませた。しかし、その直後にアトキンソンは、50代の男があんな風に幼稚なキャラクターをやっているのは切ないことだよ、と、ビーン役からの引退を表明した。だが、その後も、チャリティーやファンサービスの一環で、 ビーンとして姿を見せ続け、2015年には初回放送から25周年を迎えたことを記念し、マビン25と描かれた愛車、ミニーに乗り、ロンドン市内を巡った。米国では1996年にポリグラムから VHS が発売された。ジパングでの放送。 ビデオ発売日本では1991年12月21日から12月23日まで NHK 総合にて第1話から第3話までがコメディ決定版ミスター・ビーンの大騒動として30分枠として初めて放送されたその後1996年までにかけ同局が平日の深夜や年末年始の夕方深夜などマイナーな時間帯に 大脱線、大パニック、大混乱、大失敗と不定期放送を重ねた結果、徐々にコアなファンを増やしていった。1997年4月から10月にかけ、毎週土曜日未明0時30分に、初の定期放送。また、同年9月には、日本ポリグラムから全8巻の VHS が、発売された。同年1月1日未明には、NHK 総合で、 朝まで、ミスター・ビーンと銘打って、これまで放送されたシリーズが、一挙再放送された。1998年2月には、劇場版、第一作、ビーンの日本公開に合わせてアトキンソンが初来日。同年4月から8月には NHK 総合テレビで2度目の、レギュラー放送がなされ、それまで純不動に放送されてきた全話が、初めて制作順で放送された。 2000年11月から12月にかけては NHK、BS2 で1時間枠での集中放送が、2003年には NHK 総合で不定期放送が行われた。劇場版、第2作、ミスター・ビーン・カンヌで大迷惑、は、日本では1年遅れの2008年1月19日に公開され、初登場第4位を記録している。芸能人のファンが多く、 佐野元春が1997年放送の音楽番組、ヘイヘイヘイ,ヘイミュージックチャンプにゲスト出演し、今ハマっているコメディ番組として本作の名を挙げ、モノマネを交えて語ったことなども、日本のファン層拡大の一助となった。1998年8月14日の深夜に放送された特番、ローアン・アトキンソンの決定版。 コメディ解剖学では、一世尾形が作品への思いを語った。ほとんどの場合において、会話は滅多に行われず、アトキンソンの表情や動作のみで笑いを誘う、ビジュアルコメディのスタイルをとっている。ただし、声をネタにしたエピソードが全くないわけではなく、第1話では、教会デモのなこぞりてのハレルヤの部分のみを大声で、歌うシーンがある。また、 アトキンソンではなくゲスト出演の共演者の言動で笑いを取るシーンも存在する。様々な人間がビーンの行動により被害を被るが、ほとんどの場合、彼に対して突っ込みや文句、抗議、報復に及ぶことがなく、されるがままか、呆れ顔をされたり睨まれる程度に止まっていることが多いが、 時折激怒され追いかけ回されたり、ビーン自身がとばっちりを食う羽目になることもある。ビーン自身も数々の犯罪行為を行っているが、逮捕、追跡されるシーンはない。物理法則や科学常識に全く反するネタも多い。演出面の特徴として、笑い声の効果音が多用されている。これにより一見わかりづらい笑いのポイントが、 明確化されたり、きつすぎるギャグに観客が引くのを和らげる等の効果がある。ただし劇場版でこの演出は一切ない。劇中の動作にアドリブは一切なく、細部に至るまでアトキンソンとスタッフらによって入念に計画されているため、1話分を撮影するまでには多大な時間が費やされている。とはいえ、シリーズ前期は、 内容の異なる2から3本の短いコントで1話分が構成されていたため、そこまで時間を要することは少なかったが、特定のシチュエーションで1話分が終わるようになった後期からはかなり時間がかかるようになったという。それゆえ、放送スケジュールも最初のうちはほぼ定期的だったが、次第に不定期になっていった。本作ではビーンが車の屋根の上で椅子に座りロープで、 車を運転する。廃者の予約時間に遅れそうになったビーンが車を足などで運転しながら着替えると大掛かりなネタもあるが、すべてスタントマンなしで、あとキンソン自らが演じている。本国イギリスでは非常に多くの支持を獲得しており、1992年に放送された第5話、ミスター・ビーンの災難では1800万7400人という、 驚くべき視聴者数を記録した。さらにビーンの人気は本国のみにとどまらず、世界の200近くの放送局に番組販売され、2002年にはアニメーション化もされていることから、TV シリーズをリアルタイムで見ていない世代を含め世界中のあらゆる年齢層で圧倒的な知名度を誇っている。そうした人気の一方で、 マイノリティネタやイギリス王室ネタなどのブラックジョークも、所々に盛り込まれていることから、コメディに、馴染みのない視聴者が困惑させられるという事態が起きた。そのため、NHK 総合で放送されたバージョンでは、かなりの場面がカットされている。第5回の一部及び、第6.8、9回の前編はフィルム撮りであるが、それ以外は VTR 撮りとなっている。理由は不明。 オープニングとエンディングでは、ハワード・グッド・オール作曲による、聖歌調のテーマ曲に乗せて映像が流れる。同曲を歌う聖歌隊は、シリーズの初期と後期で異なり、初期は、サウスワーク大聖堂聖歌隊、後期は、クライスト・チャーチ大聖堂聖歌隊による録音が、使用されている。ミスター・ビーンの日曜大工の屋根に乗って、ミニを運転するシーンを、グッド・ウッド・サーキットで実演。 2009年 NHK 版の放送タイトルにはすべてコメディ決定版が付く。日本で2002年6月にアップ時より発売された DVD ボックスミスタービーンコンピレーションとそれが後に単観発売された廉価版 DVD には初回放送時のオリジナル版が収録されている。第10話ミスタービーンの日曜大工でビーンが 電動リクライニングチェアを操作して、ローフを点灯させるシーンは、他局への番組販売版に収録されているのみで、オリジナル版には収録されていない。劇場版の2作は、映画として成功させるために、アトキンソンや、その他のスタッフによって設定が一部変更されている。また、時系列も特に意識せずに制作されているため、t v シリーズの前後に位置する作品なのか、 もしくは TB シリーズの間に位置する作品なのかは、はっきりと示されていない。ありがとうございます。